どうも、ジャメメです。今日もバーサスフランスの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。今回は右側ですね。自分は右側になります。さあ、開幕 TSD に対し、フランスが開幕 TSS、ティスピンシングルですね。からの STSD で、こちらは、普通にティスピンダブル。と打っているが、穴的にはこちらが有利ですね。かなり、直列で来ているのに対し、フランス側は結構ばらけているので、現状は有利。からも、これかなり地形がいいですね。T スピンダブル、T スピンダブルテトリスの地形で、しっかりでもそれを見てますね。総裁しなきゃまずいと判断して、しっかり見て総裁しているのは、まあ、相手凝視している証拠ということになるが、総裁外してテトリスを送る。さあ、どうだこれは。掘ってって、で、耐え切られましたね、これは。うまい感じに耐え切られた。地形は良かったけど、しっかり総裁当てて、相手見ながらやってたんで、うまく耐え切られましたね。あ、これ、T ミノ、O ミノ、I ミノまで繋がるかと思いきや、一回2ライン消しで送ってからテトリスにしましたね。から、まだ有利ですね、これは。地形的に、だいぶ有利。先読みして、T スピンダブル。から2ライン消し、2ライン消しかな。2ライン消しはせずに、掘り連にしましたね。そこからテトリス掘り。さあ、テトリス送って、うん。現状もまだ有利かな。地形的にだいぶこちらの方が余裕があるので。しかし、その、ビユリぐらいだと結構テトリスって速攻で戦況が変わるので、あんまりね、その、支障にはならないんですよ。圧倒的有利ぐらいじゃないと、もうテトリスはもう本当に一瞬で戦況が変わりますから。さあ掘ってって、ジェイミのアイミの、と掘ってって、ティースミンシングルにしましたね。から、こっから積み込みで、相手も火力を送っているテトリス。こういう感じに先読みして、地形をきれいにして、ティースミンシングルからテトリス。からのダブルダガーですね。しかし、アイミノミスった。アイミノの置きミスがちょっと痛いぞ。うまい感じでティスピンダブルにしてから、ジェイミノアイミノでリカバリーしてダブルダガーを打ち切る。このリカバリーがいいですね。しっかり、うまい感じでリカバリーしてダブルダガーを打ち切ったのはいい。さあ、こっからの掘りだが、テトリスで掘って、テトリス。から、相手が地形つらいの見て、ここ強気に総裁外してテトリス。シングルから、アイミの3ライン消しで掘ろうとしたが、Z ミノミスった。このミスはちょっと痛い。J ミノもミスったのに対し、T スピンダブル作ったが刺さりましたね。まあ、今のアイミノは右側にまあ持っていけないので、かといって T スピンダブルの、左側にアイミノを置いたとしたら、それはそれで刺さってしまうので、まあ、結果的には、Z ミノの置きミスが致命的になっちゃったかな。さあこれ、DT パフェの構えだが、お邪魔が来ているのでパフェはないですね。来てなかったらパフェあったけど。さあこれ平積みで、テトリステトリス。このもは穴的にはこちらが有利ですけど。まあまだまだ、全然ね、わかりませんから。3ライン消しで削ってからティスミンダブル。これ地形いい。かなり地形がいい。さあ、ティスピンダブルテトリスの地形で、どんどん、火力が出やすい形に持ってって、ダブルダガー。ティスピンダブルテトリス。これ火力高いですね。火力が高くて刺さる。しかも、Z ミの、J ミの、S ミの、L ミの、I ミの、J ミのまで掘れるかな。あと5連ぐらい繋がると思うんで。かなり強いですね。T スピンダブルテトリスから続けてポリレンなんで。まあ、瞬間火力で強いと。さあ、Z ミノミスった。このミスは痛いぞ。テトリスと撃たれて結構競り上がるが大丈夫か。J ミノまで掘ってなんとかなった。と思いきやアイミノミスった。大丈夫かこれ。アイミノミスって刺さる。まあ、今のは挙動、ミノの挙動的に多分、ホールドが効かなかったパターンかな。おそらく、今のミノの挙動的にホールドが効かなかった
かなくて、歩みの置きミスして刺さりましたね。さあ、今度はフランサが開幕を置きミスしているが、うまい感じで掘って火力にしてますね。掘り念で火力にして、TSD 打ったが若干地形が良くないが、まあ問題ないか。さあ、相手強気ですね。結構、地形高かったけど、強気に T スインダブル組みに行ったわ。掘ってって、相手も掘れるな、これ。L ミの、S ミのまでか。S ミのまで掘れる。しかしまあ、こちらの地形もまあ、悪くはないので、火力は出そうだが、S ミの S、おっと !S ミの置きミスした。今のは S ミの3、2列目に置きたかったのかな、絶対。うん。それを3列目に置いてしまって刺さった感じですね。2列目に置けていれば、一応大身の置いて T スピンダブルからテトリス打ち切れることはできたかな、多分。しかし、1個ずれて、致命判定になってしまって刺さると。やっぱりね、ああいう上部での、その置きミスっていうか、火力送られると結構焦ってしまうんで、ミスの比率も増えちゃうんですよね。あ、もう1個見ていきましょう。やっぱりそういうとこでやはり焦らずにしっかり、組むっていうのはまあ結構難しいんでね。相手の地形もその凝集してるんで火力が来るっていうことはもう分かってますから、急がなきゃっていう焦りがミスを生じてしまうと。さあ、こちら DT 連だが、どうだこれは。ちょっと続かないんで、ここで妥協した。Z ミの S ミのアイミのまでか。LJ イルジョンまで繋げて、掘りに行く選択肢。さあ、フランスがこれかなり置きミスしてるんで、刺さる。今の DT 連が最初繋がんなかったけど、まあ、妥協の掘り連でも、まあまあ続いたんで。まあまあ続いたけど、まあ最終的にはまあ相手の置きミスが致命傷になっちゃいましたね。さあ、お互い TSD。さあ、これ T スピンシングルにしてからテトリス。地形的にはまあこちらの方が、いいですね。テトリスって、シングルドネイトから、これ先読みですね。テトリス打った後の先読みで、相手もどんどん火力を送ってきてるが、さあダブルダガー組みに行った。このダブルダガーの判断は悪くない。相手の地形を見て、まあ、組み切れると判断して、組んだので、まあいいでしょう。Z ミの J ミのまで繋げて、いいですね、これも。非常に火力が出そうな地形で強い。TSD から、さらに T スピンダブルテトリスの地形で、ここで相手見て、総裁外そうかなと思ったけど、相手が J ミの置きミスしてたかな。かなり辛そうだったんで、そのまま即打ちして刺さると。まあ、しっかりやっぱり相手を見ること重要なんで、相手の地形によって総裁外すか、総裁を当てるかと。判断。さあ、DT 砲で、これは掘りに行った。掘ってて、T スピンダブル。総裁外して、かなり相手穴場で行ってるんで、これは総裁外しに行ってます。どん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 総裁外しに行って、刺していくと。相手、まあ、エルミノを置きミスしていたけども、まあ、ミスってなくても、こちらがミスっていなかったんで、おそらく刺し切れていたでしょう。地形的にかなり有利だったんで。これは良かったですね。しっかり相手を見ながら攻撃を送ってるとこが良かった点かな。じゃあもう一つ見ていきましょう。さあ、このツモは開幕 DT 砲でしょう。DT 砲でしょうって言ったけど違かった。T スピンダブルだった。さあ、自分の開幕をミスっていくが、TSD から TSD からまた ST 済みですね。ST 済みで火力を出て、相手もどん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 総裁外して、総裁外し合いの激しい試合ですね。さあ、アイミのミスった。突き刺さってしまったぞ。これも割とあるあるですね。アイミの端っこに持ってこようとしたけど、真ん中あたりで突っかかって設置されてしまうという。結構あるあるなパターンなんですよね。なんでしっかり、アイ場面はゆっくり端に持ってって、アイミの入れるっていうことが重要なんですけども。やっぱりね、焦りが生じてしまうんですよね、ああいうジョブは。いかに焦らずに、冷静に置けるかっていう技術も、重要。
さあ、これはもう相手がかなり地形苦しいと見て、総裁外して T スピントリプル打って刺していくと。相手も TSD、T スピンダブルで総裁してたけど、やっぱり T スピントリプルはもちろん火力が高いので。総裁したけど刺さりましたね。さあ、DT4 で。ティーミノミスった。ティーミノミスったけど、エルミノで、しっかり、入れてリカバリして、掘りに行ってから、しかし相手も TD アタック強い。TD アタックというかなり火力の高い、テンプレをちょっと打ってきたので、結構競り上がってしまったが、掘れますね、これ。Z ミノアイミノまでかな。Z ミノアイミノまで掘って、TSD、から掘りのルート。しかしフランスの地形がめちゃくちゃいい。穴が直列で来ているので、これは警戒しなきゃダメですね。しっかり操作当てながら、なんかこちらも穴がいいぞ。こちらも穴が良くて、火力は出そう。さあ強気に操作外してから、Z ミノ、アイミノか。アイミノまで掘って、大ミノのミス、大きミス。フランスが大ミノの大きミスしたけど、さあ、テトリス。しっかり相手の地形が辛そうなのを見て、テトリス打ちましたね。まあ、フランス側も結構その、受けを広くするために、早めに打たずに、積み込んでから打とうとしてたけど、あんまり地形が良くならなかったので。そこをうまく刺した感じかな、今のは。さあ、これは下穴の運が良くて、自動的に T スピンダブルになった。さあ、しっかりテトリス総裁間に合わせて、T スピンシングルドネイト。から、テトリスボリで、3ライン消し。TSD テトリスから、これはもう総裁外す構えですね。総裁外して、T スピンシングル。からテトリスにしたかったけど、大美濃を左側に持っていくべきだったかな、今の。大美濃を左側に持ってって、J ミノの屋根だったら、T スピンダブルからテトリスにちゃんとなったと思うので。ちょっと置く場所逆でしたね。あ、しかし、依然と有利なので。T スピンダブルテトリスとって刺さりましたね。もう一回。まあ、まとめ打ち、やっぱり強いので、しっかり一気に火力を送る。瞬間火力って言いますか。瞬間火力を送ることで強いと。総裁をやっぱりね、その火力を溜め込んで、単発単発で打ってしまうと、あんまり強くないんです。T スピンダブル打って、T スピンダブル打って、とか。いうのはあんまり強くないんで、正直なこと。やっぱりまとめ打ち、瞬間火力っていうのが重要ですね。はい、じゃあまあこんな感じで今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。